やる気出ん時ある？いや、僕は言ったら仲間がいるんで、うん、姫路店長とか僕をきっかけになって有名になった人がいるんで、うん、なんかそれが YouTuber みたいな感覚なんですよ、うん、だから僕はならないですけど、あの人はちょっとね、下手な YouTuber でよっぽど強いです。あの人ちょっと強すぎるね、店長は。カズさんと多分同じぐらい、ちょっと年上ぐらいです、カズさん。え、あの人あれ40いってないですよ、あれって感じ。本当に？いや、本当に僕はもう衝撃なんですけど、店長40いってないですよ。え、何あの貫禄。本当いってないですよ。全然わかんない。店長若いんです、実は若いんですよ。40手前っていう情報だけ知ってます。ああ。で、ラーメン屋の大将が、うん、カズさんと同じです。ああ、そうなんだね。いや、でも、びっくりしたな、店長。マジか。顔はすげえ感動がありますからね。いや、もうちょっとなんかしてあげろよ、お金が。カズさん、生やしたいですね。なんかちょっと、髪の毛とかさ、カンカンってなってるのも。悪くじゃないよ。カンカンってやる人は大体50以上でしょ。自分の母親に来てもらってるんで、だから多分カンカンになるんですよ。あ、いない人いじっちゃダメ。もうちょっとだけ伸ばしてもらって。確かに、でもあの髪の毛のアレンジも効かへんね。毛の量はあるんで、はい、遊べるはずなんで。